ウエスタンリーグ工夫早手1、旧オリックス、15日、チュールスタジアム清水。ウエスタンリーグに新規参入した工夫早手の竹内圭人投手は、5回から2番手として登板し、3イニングで2失点だった。自己最速147キロ右腕は試合後、医師国家試験に合格したことを明かした。先発の早川が制球に苦しみ、4回までに118球を投げて9安打5四球の7失点。自責後で降板。竹内が予定より早くマウンドに立ったのは午後2時前だった。2月3、4日に受験した試験の合格発表は午後2時。まずはプレーに集中し、3イニングで3安打、4四球を許しながら2失点で踏ん張った。試合後、スマホを確認すると、家族から合格してたよ、とのメッセージがあり、自身でも厚労省のホームページで確認。無事に合格しました。自己採点で大丈夫とは思っていましたが、ほっとしました、と表情を緩めた。地元の静岡出身で静岡高では甲子園の土を踏み、群馬大医学部に進学。大学6年生は準硬式で競技を続けながら、整形外科医を目指して、文武両道を実現してきた。現役プロ野球選手の医師試験合格は異例中の異例だが、今は野球が100。医師の道は一旦置いて、野球に集中します、と、当面は二刀流ではなく、プロ野球の舞台だけで勝負することを誓った。医学部とプロ野球22年ドラフトでソフトバンクに育成7位で指名された兄弟、水口聡太投手は NPB 史上初の医学部出身となったが、理学療法士などを育成する人間健康科学科出身。医師を目指す医学科からの指名となれば史上初だったが、竹内は昨年のドラフトで指名されず。広島や南海でプレーしたゲール・ホプキンス内野手は日本通算3年で69発を放ち、引退後は米国で医大に再入学。整形外科医となった。竹内圭人、1999年5月29日、静岡、河津町生まれ。24歳、河津南小1年から野球を始め、河津中時代は伊東シニアでプレー。U15 日本代表入りし、世界7位。静岡では1年秋からベンチ入り。2年秋には東海大会 V。3年春に選抜出場。群馬大では準硬式。181センチ、83キロ。右投右打、遠投90メートル。50メートル走6秒3。好きなプロ野球選手はダルビッシュ有。好きな歌手は玉置浩二。